ピンポン。おいおい、みんな欲しがりすぎだろ妹。いや、ちょっと前にキスの明かり X ボイスランキングやったじゃん。ああ、あのタイトルには X ボイスランキングって書いてあって、実際の内容が興奮する X ボイスランキングだったから、視聴者さんから。なんか思ってたランキングと違うって困惑されたやつな。いや、あれなかなかみんな楽しんでくれてね。そうなんか、そりゃええことや。ランキング1位のキモナナを発表したところでは、どのキモが好きかコメントしてくれた人もいて、キモ談義が勃発したほど、キモ談義、さらにキモのセリフからシチュエーションをイメージしてコメントしてくれるキモソムリエの方もいらっしゃって。キモソムリエ、さすが視聴者さん、レベルが高い。私なんてまだまだだ。圧倒的努力不足、もっと高みを目指さなければ。めっちゃ嫌な向上心。今回は勉強させていただくべく、皆さんからもらったコメントに上がっていたボイスを流していきます。みんなも真面目に一緒に堪能していきましょう。勉強はどうした？意外と多かった意見がこれ。ダメージボイスが気になる。ダメージボイス、ダメージボイスって痛いとか、なんか攻撃とか受けてる時の声やんな。なんで気になるんやろ。そうだね、葵わかんない。まあ聞いてみればわかるか。いや、葵全然わかんないけど聞いてみよう。ポチ。お前、これちなみに類似のカテゴリーで声にならない声っていうのもあるから、それも流してみよう。ポチ。いや、あの、葵さん。いや、なんでみんなダメージボイスなんて気になるんだろ。葵わかんない。葵全然負けてきてる。お次のコメントはこちら。絶対ランキングに下打ち入ってると思ったのに。ああ、前回の X ボイスランキング動画では下打ちは入ってなかったな。確かにそういうの葵好きそうなのに意外やな。だってランキングの発表枠は5位までだったんだよ。5個のボイスの中には拒絶系のボイスが2つ入ってたんだよ。5個中3つが軽蔑されるようなボイスだったら、さすがに視聴者の皆さんに惹かれるかもしれないじゃん。その心配は手遅れが過ぎるやろ。ちなみに下打ちカテゴリーには大きく分けて4つの種類があるんだけど、下打ちだけでそんな大別されるんか。この4つね。そして私が好きなのはもちろん、もちろんリアル舌打ちドエースでしょうね。いや、コミカルな舌打ちも可愛くて好きなんですけどね。やっぱり心にグッとくるように罵ってくれるあかり先輩、興奮します。せやな。ちなみにこのリアル舌打ち、過去動画でも使ったことはあるんですが、その時に、なんかほっぺにチューした時の音っぽいというコメントがありまして。へえ、いや、でもね、ははは、さすがに舌打ちがほっぺにチューされた時の音に聞こえるだけ。聞こえたわ、興奮した。葵さん、なるほど。リアル舌打ちという文字に惑わされず、その音のイメージをありのままに受け止め、シチュエーションを想像すれば、よりいろんな興奮が堪能できるわけか。なるほどなるほど。解釈の仕方一つで興奮の方向性コントロールするのやめん。お次のコメントはこちら。キモは6の方が好き。キモは1のガチ軽蔑感が好き。X ボイスには拒絶カテゴリーにキモがあって、全7種類のキモが堪能できるわけですが、全7種類のキモを堪能。やはり皆さんここはおのおののこだわりが出るところですね。ちなみに私はキモ7派です。その情報いらんわ。時点でキモ1いらんす。どうやらこのキモ派閥争いに決着をつける時が来たようですね。やだ、巻き込まれそう。さあ、みんなはどのキモが好きかな。一通り流すので好きなキモに投票です。キモ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 。ふう、これでバッチリ集計したら発表しますね。はあ、ちなみにお姉ちゃんはどれが良かった？え、せやな。キモ6なんかは息の抜き方とかが他と違ってええ感じのような気はしたかも。資源そんな感じなんやが。おい、姉。はい。分かってきたじゃないか。やばい、打ち染まり始めてる。さあさあ、みんなは他にどんなカテゴリーに興味あるかな。概要欄にカテゴリー全部載せといたから、興味のあるやつコメントくれたら動画にしちゃうよ。うえへへ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